どうも高井です。団塊の世代、家族へ冷徹非道、消費者見え、団塊世代のマイナス世代が焼け野原世代といって、大人数で暮らしていたという家族の世代ですけど、その世代から核家族化といって、親が2人、子供2人みたいな少人数の家庭になっていくっていう世代ですね。その世代に移るようになって何が変わったのか、価値の負担率が変わったんですよ。男性の思考は変わりませんよ。外で働いてきて家族のために働いていく。当然日本の会社というか成長軌道が右肩上がり上がっていって、俺が日本を作ってやったんだ、会社で貢献してやってるんだっていう価値観ですよね。しかも消費者ブランドの思考、高くていいものを買う、車もそう、家もそう、それは現在も変わらないんでしょう。ところが核家族になって変わった家庭の負担率、別に昔は奥さんだけじゃなくて子供たちも大勢いたから家事の負担って分散できたんですよ。ところが核家族化で奥さん一極集中したわけですね。確かに家電製品は充実してきました。洗濯機だっておそらく昔と比べたら相当負担は減ったでしょうね。減ったんだけど、自動化しても洗濯機に洗濯物を放り込んだり、洗剤入れてボタンをピッて押すっていう作業があったとしても、負担は全然全てが消えるわけではない。そのことをあまり理解されてないっていう旦那さん多いんじゃないかな。一人が全ての家事をやるっていう世代が団塊の世代になってからなんですが、旦那さんはそれでも家事をやるって選択肢じゃないわけですよね。で、その旦那さんは定年後もやって当然だったでしょうっていう目線で見てくるでしょう。おそらくそのことが見えすぎてるからこそ50歳でそのあたりから、あ、もう離婚だわ、この家族でやってられないっていう、子供たちが自立したあたりから離婚を考える、まあ至極当然だよなって思っちゃったりするわけですけど、そんな旦那さんに必要なのは奥さんをねぎらってあげることだと思うんですよ。確かに旦那さんは仕事ですごい疲れてるし、お金は稼いで家族どころか社会にも貢献してるかもしれない。ところがそんな旦那さんですら、今後は社会に貢献したかもしれないけど社会に負担をかけれるっていう世代になってくるんですよ。しかも大きくね、稼いだ以上に負担をかけてるって可能性あるよ。しかも今の若者みたく車を走りゃいい、中古でもいいって考えるっていう世代ではないでしょ。あくまで新品じゃなきゃダメ、いいものじゃなきゃダメ、そういう考えのもとに暮らしてるから、心を折るっていう作業できないじゃないかな。この本はそこに視点をフォーカスして見つけるっていうことができる本だと思うので、そういう意味でもこの本を団塊の世代に読んでもらったら一番勉強になる本だと思うので、ぜひとも読んでみましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。